こんにちは、桜井です。イケイケなオープニング作ったはいいんですけど、いまいちノリについていけんくて、早速作り直そうか迷っています。はい、初回は主に挨拶でしたので、今回が本当の第1回目となります。悩みに悩んで選んだ一発目のトピックは、ゲームモーション作る上で意識する3つのポイント。この件について話していきます。ポイント3つ解説するために、例として弱攻撃のパンチを作りました。なぜパンチを選んだかというと、一番ゲームモーションの奥深さ、難しさが伝わるのは攻撃だろうと思いまして、今回は攻撃の中でも基本的な弱攻撃、パンチの制作例を見せつつ、作る時に意識したことを話していきたいです。前提条件として仮想の企画を立てました。作るモーションは右ストレート、ボタンを押したら一発目に出る攻撃です。女剣闘士っぽい感じ。三人称視点のリアルタイムアクションゲーム。プレイアブル操作可能キャラ。紹介したいポイントを3つ先に言います。1、何してるか伝わる。2、必ずプレイして確認しよう。3、最後まで個性的。この3つです。正直2は1に含んでもよかったんですけど、大事なのであえて分けました。それでは私がわざと微妙に作ってみた例を見てください。一見右ストレートを作れていますが、改善の余地があります。それでは、1の何してるか伝わるっていうのに留意しながら、修正したものと比較して見ていきましょう。こちらです。後ろからの視点で見たときに、修正前では、振り抜いた拳が体に隠れて見えません。つまりシルエットが悪いです。それに対して修正後は拳を少し右に逃がしているので体に隠れず腕が伸びているポーズが見えます。ただゲームプレイ中はカメラを自由に操作できるのでシルエットが悪いタイミングがどうしても出てきます。でも三人称視点のゲームではプレイヤーはキャラの背中を見ながら操作することが多いので、後ろから見たシルエットも重視されます。さらに2フレーム目に目に残る位置に右腕を置いてます。これは今から右腕で殴りに行くぞっていうのを伝えるための工夫です。リアルでは修正前のように腕を畳みながらまっすぐ伸ばすのがストレートとしては正しいかもしれませんが、それでは殴りに行っている感が弱く感じたので修正版のように大振りにしました。ついでにこれはコンボの2撃目のアッパーです。これも左腕を伸ばして目に残るようにしています。アッパーも実際のボクサーはもっと腕を畳んで打ってたんですけど、プレイヤーに伝わることを重視してあえて伸ばしています。もちろんこれはあくまで一つの例であって正解というわけではありません。大切にしていることは自分がそう感じたからそうするです。実際に資料を調べた上で事実とは反してるかもしれないけど、こうした方が伝わるかな、こうした方がこのキャラっぽいかなって考えるのがアニメーションの大事なところかなと思います。2番、必ずプレイして確認しよう。本来業務では必ずテストプレイで確認します。前で見たものはエンジンに実装すると不思議なもんで見え方が微妙に変わります。カメラの焦点距離とかライトがそもそも前と違いますし、仮の SE やエフェクトも入っている場合があります。最終チェックはゲームに組み込んだものを見ることになるので、こまめにプレイして確認することが大事です。3番、最後まで個性的。待機に戻るとこまでキャラらしくすることを意識しています。修正前の方はスムーズといえばそうですが、メリハリなく保管されているだけで物足りなさを感じます。見比べると腕が修正後の方が派手です。こっちの方が個人的にはファイターっぽい。ちょっと小話で、なんでこここんなこだわるかっていうと、前に職場におっためっちゃ上手い人が待機に戻るところまで完璧だったんです。
ゲームモーションって短いの結構多いんですけど、その短い中でキャラクター性ねじ込んでくるし、どれも被ってなくて、もう一味違うんです。それに憧れて、かなり意識して作るようになりました。正直この部分ってボタン連打してたら見えないとこなんです。しかもこだわると、単純に工数が上がるので、優先度は低めな要素です。でも、意識できるとレベルアップにつながるかもしれません。はい、以上3点解説しましたのでまとめです。 1. 何してるか伝わる。シルエットを意識してどこから見ても伝わるように工夫しよう。 2. 必ずプレイして確認しよう。実機とマヤを行ったり来たり、これを繰り返してプレイヤー目線で洗練していきましょう。 3. 最後まで個性的、意識できると脱初心者かもしれません。一辺倒な演技にならず、バリエーション豊かな演技を心がけましょう。細かすぎてそんなとこまでプレイヤー見てへんでっていう感想を持った人もいらっしゃったかもしれません。とはいえ、こういった細かい意識のチリツモで全体のクオリティが上がっていくのは事実なので、大事にしていきたいです。以上です。ご意見、要望、感想ありましたらコメント等で教えていただけますと幸いです。ご視聴ありがとうございました。